行進できない。パシャ。タカ、どうも。今回紹介するのはこちら、ウルトラマン Z スペシャルソフビセットですね。はい、こちらはですね、あのウルトラマン Z とセブンガーのソフビセットなんですけど、あのこれノーマル版と違ってね、あのバージョン違いのやつですね。これノーマル版のウルトラマン Z のオリジナルなんですけど、こっちね、あのご唱和くださいっていう時のポーズ、あの変身する時にウルトラマン Z がご唱和ください、我の名をっていう時のポーズですね、を再現したものですね。はい、であとね、もう一つセブンガーなんですけど、セブンガーはこちら、はい、あれですね、更新的剣弾を発射する時の、まあ、ロケットパンチですねのポーズをとってると。あと顔もね、目のところも、目もノーマル版は困ったような顔してるんですけど、こちらのね、更新鉄拳弾発射バージョンは怒った顔になってるという形ですね。はい、この2つが、はい、セットになった商品ですね。はい、あのね、あの更新で鉄拳弾を発射できるセブンガーといえばこちらね、まあ発射はできないんですけど、このミニプラセブンガーは腕をこうね取り外することができるようになってます。で、あとね、こっち、あのデラックスセブンガーも、あのここね、ボタンを押すとこう更新鉄拳弾を発射できるというギミックがついてますね。はい、でまあこういうフィギュアがすでに出てるんで、ちょっとねこう今更感があったんですけど、まあこのねパッケージがかっこいいんでね、あの買ってみました。このままね、あの壁にかけてもね、はい、かっこいいかなと思います。じゃあちょっと開けてみますね。はい、はい、開けてみました。まずね、ウルトラマン Z なんですけど、はい、ノーマル版と比べるとこんな感じ。このね、腕を広げたポーズになってるところ以外はまあ同じですね、ノーマル版と。はい、でまあこの腕広げてね、ご唱和ください我の名をっていうポーズをとってるんですけど、可動はこんな感じかな、うん、ちょっと回せるぐらい、うん、はい、こんな感じですね。で次はあのセブンガーですね。これはノーマル版、
こちらね、僕はこのノーマル版のセブンガーは自分で墨入れ塗装しちゃったんで、ちょっと汚れてますね。はい。こっちはね、ちょっと綺麗な感じですよね。はい。こうね、表情が違ってますね。腕のパンチ以外も。はい。で、このね、腕なんですけど、まあ、一応ね、こんな感じで動かすことはできるようになってます。で、この発射ポーズを取れると。で、この腕がね、取れるようになってます。腰に鉄拳だ、発射！で、まあ、このロケットパンチを発射して遊ぶことができるようになってます。はい。まあ、こんな感じですね。はい。ちょっとね、コレクター向けのアイテムかなとは思うんですけどね。はい。レビュー動画ね、他にも撮ってあるんで、どうぞご覧ください。